大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、先生、今日は11月22日ですので、はい、いい夫婦の日ですね。ああ、そうですね。はい、そういう車のナンバーもよく見ますよね。見ますね。いい夫婦ってね。ってね、はい、ねえ、はい、はい、私たちには関係ないですけど、ね、言っちゃいけないね。はい、でも本当に皆さんね、講演会も最近、はい、ご夫婦で来てくださる方が、そうですね、本当多くなりましたね。増えましたね。渡らせクラブの行事もね、はい、イベントもご夫婦でっていう方も多いので、ね、仲良くご参加いただいてますね。はい、でもそれを羨ましいなって思っちゃいけないんですよね。そうですね。はい、人にはそれぞれの修行があるので、はい。はい、で、先日なんかね、テレビでちょうどやってたんですけれども、はい、70歳以上で、はい、妻がいる男性の死亡リスクというのは、はい、半減するそうなんですよ。奥さんがいる男性の死亡リスク。70歳以上で男性で妻がいる方っていうのは、はい、こうお亡くなりになる率が半減する。なるほど、はい。でも逆に、夫がいる妻の死亡リスクっていうのは倍になるって言ってたんですよ。はい、旦那さんがいる奥さんは死亡リスクが。70歳以上でね。はい、はい、70歳以上で、ね、ご主人がいる奥さんの方がリスク、はい、なんかお亡くなりになるリスクが倍になるっていう。耐えていらっしゃるんですかね。どうなんですかね。やっぱり定年退職とかねされて、家にずっとおられて、そうですね、今まで主婦とかいろいろ自由気ままにやってこられたのが、やっぱりご主人家にいるとお昼も作ってあげなきゃいけないかなとかね、そうですね、いろいろなことがねあったり、はい、自由がなくなるってこともあるんですかね。そうですかね。で、男性はやっぱり奥さんいないと寂しいんですかね。やっぱり奥さんがあれこれしてくれたり、はい、やっぱり女の人の方がよく笑いますよね。えー、うちの父なんか見てても、はい、うちの母が本当にもう83とかなんですけど、はい、箸が転がっても面白いみたいに笑う人なんですよ。それでもうそれにつられて何がおかしいって笑ってるんですよ。やっぱこうつられるんですよね。そうですね。だから女性の方がね、朗らかな場合も多いので、笑うっていう時間もね、やっぱり夫婦でおられた方が増えるんではないかなと。お一人じゃなかなかね、笑うこともないですからね。なかなかね、テレビ見てもね、はい、お笑いのツボがちょっと年齢の高い方と今のお笑いのツボ違いますので、で、うちの父って言えば、はい、先日うちの父親の、同窓会に、はい、ちょっとトークだったので、はい、送って行ったんですね。はい、で、そこで集合場所って言うけど心配なので、はい、皆さん来られるの待ってようと思って。で、大学の同窓会だったので、はい、そんな大勢は来られないんですけど、待ってたら、はい、そしたら同級生がほとんど男性なんですけど、職業的に男性が多いので、はい、で男性どんどん集まって来られたんですけど、皆さんすごいお元気、もう88とは思えない、お元気なんですよ。はい、で、ちょうどこのさっきの話題が頭にあったので、後から父に、今日来られた人って、奥さんみんな生きてらっしゃるんじゃないって聞いたら、はい、そしたらうーんって数えて、そうだな、みんな生きてるなって、あー、なるほど、おっしゃってたんですけどね。はい、でもまあ、たまたまそうだったのかもしれないですけど、まあ、皆さん仲がいいってことですかね。やっぱりね、仲良くこうご夫婦仲良く笑いながらおられると、はい、二人ともがこう長生きしてかれるのかなって思ったんですけれども ね、まあ、そのお年になるまでも、はい、仲良くいらっしゃるということです ね。それか旦那さんのいない女性ですね。あ、長生き、あ、そうですね。はい、はい、はい、そういう場合かなとか思ったんですけどもね、はい、皆さんも人生修行ですの で、 そうです、ね、ご夫婦である以上は仲良く、はい、はい、これからも頑張ってくださいね。それでは先生、今日もいつものコーナーお願いいたします。はい、では大森和代の愛のお裾分け。はい、今日はソラさん、ソラカナタさんからのご質問です。はい、私たちは今世修行するために降ろされていて、修行相手を心から受け入れ愛せた時にはその修行は合格ということですが、その修行相手というのは一人ですか？結婚が修行ということのようですが、私の修行は
修行相手は主人なのか、同居する義理の母なのか、二人同時に修行相手なのか分かりません。そして心から受け入れ、愛するというのは、主人との場合、肉体関係も含まれていますか？どうしても主人に触れられるのが嫌で、手を振り払ってしまったり、やめてと叫んでしまったり、最近では子供たちが私に触れるのも嫌な時があります。主人のことが嫌いになったわけでもなく、他に好きな人がいるわけでもありませんが、どうしたらいいでしょうかというご質問なんですね。はい。まず修行相手というのは、一人ということはありません。本当にたくさんの修行相手がいらっしゃる方もお見えですし、自分の周りの人間すべてが修行相手という方もね、中にはいらっしゃるんではないでしょうかね。でも、特に身近な方に置かれている場合が多い。ですから、ご夫婦の場合は、夫婦が修行相手っていう場合が本当多いですね。ですから、空かなたさんがご主人もご主人のお母さんもと感じられるならば、お二人とも修行相手っていうことにはなるんですけれども、あとご主人のことが嫌いではないんだけれども、どうしてもこう嫌っていう、こういう方本当に最近多いんですね。面談とかさせていただいてても、主人とはやっぱりこう別の部屋ですとか、家庭内別居とか、そういう方も多いもんですから、ただ、でも、普通の必要なことは会話をするし、ご主人の食事を作るのも洗濯するのも嫌ではないっていう、そういう、ケース本当多いんですけれども、そういう方によく神様もね、ご夫婦のアドバイスとかいろいろされるんですけれども、女性と男性っていうのはまずこう体の構造も違います。ですから、女性はそういうの嫌だと思っても男性はそうじゃない場合もありますので、やっぱりお互いをまず思いやる、そういう気持ちをまず持たれて、でお互いにどんな今自分はどんな気持ちなのかとか、そういうことをまず話し合われて、そういうご夫婦の生活自体がどうのこうのとか、そういうことは後からついてくるものであって、これもやっぱりお互いの合意のもとでないとやっぱり良くないんですので、ただ神様よくおっしゃるんですけど、夫婦である以上、そういう夫婦のその生活というのは体の免疫力を高めるし、これは元気に長生きをするためのには必要なことでもありますということはね、おっしゃるんですね、面談に来られてそういう方に。ですから、その辺を少しご夫婦で話し合われて、それは別にお互いにそれはもういいんじゃないですかということになれば、それはそれで、そうじゃなきゃいけないっていうことではないので、そういう、家庭内別居の状態でも、本当にお互いを思い合い、心から愛し合っていれば、一番大切なのは心ですから、心から愛が持てれば、それは修行が、クリアできたってことですのでね、そこばかりをあまり真剣に、とらわれなくても大丈夫ですよ。はい。はい、先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、修行相手はいろんなところに、特にご夫婦はってことなんですけど、びっくりしました、先生。はい、肉体関係は、免疫力を高めるんですね。そんななんかニサニサ笑いながら言われると、これなんか変な話題だったかなって思って、そんな衝撃でしょうか。いや、そうなんですね、と思って。ご夫婦だったら、普通のことかな、そうですね。とかね。なんか本当に、本当に神様時々冗談っぽく美と健康のためとかおっしゃる時もあるんですけど、そうなんですね。これご夫婦の場合ですよね。ご夫婦の場合ですね。ご夫婦の場合の話ですので、はい、逆パターンもあると思います。なるほど。はい、良くないので、そういう場合は、またなんかどんどん老化していくとかね。なるほど。わかんないですけど、はい。はい、なんかごめんね、ショック。まだ独身の女性にすいません、なんか話題がちょっと、でも参考になった方多いんじゃないかなと思います。ブログ上の質問ですからね。そうです、そうです、はい、はい、こういうこともたまにはね、はい、はい、いつかこうご夫婦のセミナーみたいなの私したいなと思うんですけれども ね、夫婦関係をうまくね、はい、ご夫婦仲良くいく方法だったりとか、はい、 ね、そういうのをね、はい、はい、とか、あと独身の女性だけのセミナーとか、なんかこう分けて、はい、できた
たらもっともっといろんな突っ込んだ話ができるかなって思うんですけど、はい、そうですね、あの育児セミナーはね、まあ、実現したんで、はい、またいつかまた、ね、親子でっていうのもやってみたいですし、はい、ぜひぜひ、はい、はい、やってみたいと思います、はいはい、もっと深いお話が聞けるかもしれないですね。そうですね、はいはい、同じような方ばっかりだと、はい、え、はい、うん、はい、で先生12月もう間もなく12月、早いですね。そんな気がしないんですけどね。もう冬ですね。あっという間に1年が、はい、過ぎる、まあ、はい、あっという間に過ぎるっていうのは、まあ、それなりに幸せで来られたっていうことで、はい、そうですね、いいことでもあるんですけど、はい、どっか行くんですか、ゆみちゃんは。あの、いつもなんですけど予定は特になく、はい、先生は12月はご予定は。12月はね、あの、あ、福岡ランチ会がまず、あの、12月の予定としてはあるんですけれども、ね、12月の11日木曜日ですね。11日木曜日福岡でね、はい、またランチ会するので、そうですね、はい、福岡の皆さん、はい、ぜひよかったらまた顔を見に来てください、はい、であとはクリスマスの頃っていうのは、あの、沖縄へまたもう一度、以前からお伝えしてるんですけれども、はい、もう一度こうちょっと地の神様のお静まりに、はい、行かせていただきます、はい、沖縄でもね、あの、まあ、10月の終わり末にも震度4の地震とかあったりとか、はい、最近増えましたよね、沖縄。沖縄ってね、あの、はい、安全な場所っていうことで、あの、会社の大事なものを沖縄にこう、はい、あの、移動したりとか、企業が、あの、東日本大震災で、はい、ダメージを受けてから沖縄は地震が少ないということで、はい、そういう書類を移動されたりとかデータを保存されたりとかっていうのもあるんですけど、はいはい、あの、沖縄も、あ、まあ、そういう意味では今後地震も起こる予定みたいですので、はいはい、全く安全な場所っていうのは、まあ、地球上にはね、はい、そうですね、うん、はい、でも安全な場所を作るのは皆さんの心ですから、はい、皆さんの心を変えると安全な場所がどんどん増えていきますのでね、守っていただけるようにということですね。そうですね、はい、はい、守っていただけるように、はいはい、一緒に心をね、これからも高めていきたいと思います。はい、はいはい、はい、また福岡でね、ランチ会ということなんですが、はい、ね、他の場所でもランチ会とかね、そうなんですよ、はい、名古屋とかで、ね、また、あの、来年、はい、名古屋だったり岐阜だったり、はいはい、またはあの、大阪とか、はい、いろいろまたやらせていただきたいですので、そうですね、皆さんね、あの、どっかこういうレストランありますよとか、はいはい、あの、自分ところがレストランですよとか、いいですね、いろんな情報をね、はい、あの、また教えてください、はい、またよかったらこちらまで、はい、あの、こんなレストランいいですよとか教えていただけたらと、あとご要望ですね、そうですね、まあ、こんなところで、はい、うん、よくあの、こういう平日講演会やってほしいとか、あ、ね、うん、あの、お店の方とか、そうですよね、土日がお休みじゃない方はね、そうですよね、土日お忙しい方もね、はい、いらっしゃるので、はい、いろんなことまたありましたら教えてください。ぜひぜひご意見を、はい、はい、お願いします。お待ちしてます、はい、はい、じゃあまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.